そうだ、お前に食べさせたいものがあって持ってきてたんだった。よかったらこれ食べてくれよ、さくらんぼだ。おいらからの気持ちってやつだ。なここからお土産品忘れんやろ。皆さんこんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2022年10月9日日曜日の午後1時38分です。今日は大きなニュースは特にありませんが、せっかくですので一つだけ季節の話題でも。10月はハロウィンのシーズン。ハロウィンといえばかぼちゃです。かぼちゃは食べるだけではなくて、中身をくり抜いてランタンを作ったりと DIY も使えそうですね。たぬき商店では期間限定でかぼちゃの苗の販売を始めたそうです。レイジさんの行商でもシーズン中はかぼちゃの苗がお安くなるそうなので、ぜひ購入して育ってみてくださいね。ちなみにたぬき商店ではハロウィンの当日に配る用のアメちゃんも売ってるそうですから、たくさん集めておくと良いですよ。ハロウィンの仮装も楽しみですよね。ぜひ31日の当日までにはホラーな服やアクセサリーもご用意ください。あ、すみません、つい長くなっちゃいました。それでは本日も良い一日をお過ごしください。そっか、ちょっとずつ集めとかんといかんね、アメちゃん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、そうやね、ハロウィン系のものをいろいろと集めていきおらんといかんねやね。そっかそっか。ちなみにたぬき商店でね、たぬき系じゃねえわ、たぬき商店でね、いろいろと今かぼちゃ系、ハロウィン系の雑貨とか売りよったりするけど、家具とかね、一応これだけ一応これだけ持っとる。え、この辺の家具、ま、この季節系だけじゃないと思うけど、やっぱこれもあれよね、島によって色が違ったりするんかな。可愛くない？あ、そっか、キッチン音ないんか音が鳴るもの置いてないよね、私。一応いろいろとね、若干変わったんよね、前より。夢の更新みたいなのしとかんといかんな。え、誰？何？来たよ。アイナ、オイラだよ。アイダホだぞ、の心。来た来た来た。アイナ、オイラだぞ。いたら返事してくれよ、の心。チラッと見ただけで終わるやつ。はいはい。リビングに出ただけで外まで迎えに出てないのに勝手に入ってきやがった。いきなりでびっくりしたか？の心。どうした？突然で悪かったな。急にお前の顔が見たくなってさ、遊びに来ちゃったよ、の心。いや、まあいいんだけどもね。んー、てかなんか今めちゃくちゃ思ったんやけどさ、こういう感じのって、ねえ、まあ要は洗面周り、こういうのってさ、お風呂場の近くにない？こんなところにないよね。っていうのは今更ながら思った。めっちゃ。なぜか。そうだ、お前に食べさせたいものがあって持ってきてたんだった。よかったらこれ食べてくれよ、さくらんぼだ。おいらからの気持ちってやつだ。なここから。お土産品忘れんやろ。まず第一に渡すもんじゃない？いや、出そう。勝手に座った。いや、いいんだけどもね。お風呂場にさ、なんかちょいとさ、間仕切りとかしておきたいよね。こういうのじゃなくってさ、めっちゃ出しっぱなんやけど。こういうのじゃなくってさ、あのバスタブ、もうちょいおしゃれなバスタブがいいね。あれ？え、待って。マットなんでこんな感じになったんやろ。普通ここにまっすぐ引かん？なんかいろいろとよくわからんねえけど。え、これはあえてなんかな？え、自分がやったんやけどさ。その時の気持ちを全く覚えてないんだが。なんか地下をもうちょい変えたいんよね。まあお風呂で、お風呂はいいとして、ずっと座ってたのか、ついてこいよ。ダイナーのカウンターチェアが置いてある部屋って、大人っぽくてかっこいいよな。え、人んちで大人の気分を味わいまくりだ、な心。まあ、人んちはね、自分ちとは全然違うけん、やっぱちょっと新鮮な感じはするよね。へへ、お前んち居心地よくて、このままじゃ動けなくなりそうだ。ここは気合い入れて帰るとするよ、な心。じゃあ、引き止めはしないです。今日はサンキュー。また一緒に遊ぼうな、な心。あれかな、この間誕生日祝いしたけん、そのお礼に来たんかな。
さあ、それじゃあちょっとハロウィン系のものをいろいろと見て回りますか。まずはホラー系の服はあるか。結構風が強そうやったね、外。いらっしゃい、手作りファッションの店エイブルシスターズへようこそ。かわいい。これめっちゃかわいい。全然ホラーではないけどホラーと全く関係ないけど、かわいいんだが。そのマネキンのコーディネート素敵でしょ。何か気になったアイテムはあるかしら。もう全部買いたいです。私全部全部。ベレー帽の値段は1056ペルですけど、いかがいたしましょう。買っちゃいます。ちょっとあの一式っていう選択肢が欲しいんやけど一個一個じゃなくてさ、わかる？確実にさ、調べたら一式ってあるもんやと思ったよ。チェックのチェスターコート。よしよし。なんかこういうさ、なんか、チェック系のやつってさ、まあ、おしゃれなのいっぱいあるやん。なかなか、変わんのよね。なかなか変わんのっすよね、そういうの。なんか、よくおるおしゃれな大学生みたいな感じの。量産系やなとは思いつつ、自分は全く変わんっていう。んで、ちょいとホラー系のものも見たいんで、試着室を使いたいのね。どうぞ。さあ、何かあるかしら。ピエロは？まあ、一応仮装やけどね。何これ、これピエロ？元取ったピエロと違うんやけど。あ、これピエロの花かと思った。風船ガムか。なるほどね。そういうことね。さっき買ったのこれか。ファーブーツ。かわいい。あ、こういうの。ね。リアルでも好きなんやけど。どうしよっかな。ピエロの仮面なんか面白そう。赤かな。オッケーのマスク。ピエロの帽子。ピエロの帽子って持ってなかったっけ？気のせいかな。この色持っとったような気がしなくもない。この色かわいいな、なんか。とりあえずこれ買おう。買っちゃう。あ、いや、このままはいいです。おおきに、お買い上げの商品はお家の収納に送っておくわね。で、たぬき商店で季節商品が置いてないか見とこう。季節商品、あ、そっか、プラス飴ちゃんも買わんといかんねんっけ。お、木がある。これ外に置くのいいね。いらっしゃいませ、ませ、たぬき商店ようこそ、ようこそ。飛び盛りまでやったら、こういうのも中に置かんといかんかってけん。ちゃんと家として作りたい私としてはあれやったけど、今やったらね、外に置けるけん。全然オッケー、買います。他は別に。うん、別に。じゃあ、アメちゃん買います。アメちゃんここやったよね。あったあった。そちらのアメは10月いっぱいの期間限定で販売しております。今シーズンのみの人気商品のため、ご購入は1日につきお一人様1個までとさせていただいております。アメちゃん1日1個。少な。めっちゃ少ないやん。いや、あとはもういいかな。レインボーな傘。いや、大丈夫かな。うん。大丈夫です。ありがとうございました。ました。よしよし。ありがとうございました。ました。でもなぁ、あの木を置けそうな場所がなぁ。やっぱ、お、トタケ木じゃねえか。え、やっぱね、あの、広場にも物を置けるようにするべきやと思うよね。聞き惚れてる。わーい、やっと話しかけてくれた。君すごく忙しそうだったから話しかけにくかったんだよね、です。いや、別に全然いつでも話しかけてくれてよろしくってよ。ごめん、目の前に座ったけど別に聞く気じゃなかったんだ。この辺のごちゃごちゃしたあたりにさ、置いとくかな。
とりあえずここに置いとこ。どれだ？ハロウィンのツリー。いいね。いいね。とりあえずあれ1個いただきやけど。家の周りに置いた方がいいかな。この辺置いとく？そうしよっか。よし。ってことはちょいと。どれや、これか。待って。待って。こうか。よしよし。いや別に置いとかんでいいんやけど。あれを置いておく必要はないんやけど。あ、今なんかあれや。なるほどね。ZR でか。前言いよったよね。私、仕草の出し方がわからんっていうの。はい、ここ。ハロウィンのツリー。どうでしょう、ここまでか。こんな感じ。いいやん、いいやん、かわいいやん。よきよき。何やってんの？花やりじゃない、水やり。あら、アイラさん、ちょっと久しぶりじゃない？ダビングがないと話す機会もこんなに減っちゃうものなのね。素敵ね。お。はい、これで住民挨拶キャンペーン。たぬきマイル 200×2 ゲット。あとは別にないかな。お、なんかあったね。エンジョイ釣り大会。お、これでラストか？春夏秋冬各シーズンに開催される釣り大会。あ、秋のだけなかったってことか。なるほど。肩書き、秋生まれの遊び人。ゲット。以上。以上やね。オッケー。あ、でなんかね、前に買った、この徹底ライフサポート。なんか、読み込み中、あのゲームつけてすぐの読み込み中とかにさ、左下ぐらいになんかめっちゃ出てくる。ヒントみたいなで。それがまとめられていくってことなんやね、ここに。すげえ、こういう感じなんや。めっちゃ見にくいやん。めっちゃ、あ、振り返るときにめっちゃ見にくくない？こういう感じなんやね、見方。なるほど。なるほど、なるほど。八平さんは繊細な方なので、B を何度も押し続けるような焦る様子を感じてると、歌をやめて急いでくださるみたいです。できれば最後まで聞いてあげてくださいね。今回もやっぱり、B でスキップできてしまうわけやね。なるほど。ペイさん、繊細なんすね。はい、ということで、あ、木の横でやろうっと。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかあれやな、キャラクターは画面の中心になったけど、木の左側に立った方が良かったかな。